こんにちは、東京シティフィルハーモニック管弦楽団のバイオリン奏者野尻美志也です。今日は、チャイコフスキーシンフォニー5番について、お話を聞きに行きたいと思います。それでは行ってみましょう。はい、それでは、指揮研究員の松川くんに、話を聞きたいと思います。松川くん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まあ、今回の定期の曲目、はい、まあ、メインにチャイコフスキーのシンフォニーの5番がありますけれども、はいはい、このチャイコフスキーという方、どういう人物なのか、どういう人物というのがありまして、はい、なるほど。まあ、チャイコフスキーはロシアの作曲家で非常に、まあ、おそらくロシアの作曲家では一番に名前が上がるんじゃないかっていう有名な人なんですけれども、やっぱり何といってもすごい綺麗なメロディーを書くのが特徴ですよね。まあ、バレエ音楽とかが非常にやっぱり有名で、その中でもすごくこう記憶に残るメロディーたくさん書いてるので、すごくメロディーメーカーな作曲家っていうイメージがやっぱ僕は強いかなと思います、なるほど。まあ、チャイコフスキーって言ったら、まあ、大体こう皆さんバレエの、ね、白鳥の湖とか、うん、くるみ割り人形とか、うん、まあ、そういうので、ね、クリスマスとかいろいろ聞く機会が多いんですけども、 それでイメージすると思うんですけれども、まあ、彼が書くシンフォニーというのは、はい、まあ、5番に関してなんですけども、はい、どういう構造になっているのか。あ、5番の構造ですか、うんうん、5番って実はまあ、5番って楽章が4つあるんですけど、うん、その全ての楽章に登場するモチーフがあるんですよね。1楽章の一番最初にクラリネットが演奏するモチーフなんですけど、ターン、タタタン、タタタン、タンっていうのが全ての楽章に登場するんですね、うん、で、なんかすごく、なんて言うんでしょうね、僕の中で一つキーワードを考えてきたんですけど、すごく意味深な交響曲なんですよね、チャイコフスキー、うん、なんかその登場する、その今言ったそのモチーフが登場するタイミングっていうのが結構楽章によってバラバラですよね。曲の真ん中でいきなり出てきたりとか、確かに、例えばそうですね、2楽章は真ん中のところで2回出てきて、3楽章は終わりの方でひっそりと出てきてとか、そして4楽章は明るい調でパーッと最初始まるとか、なんかすごくそのモチーフ自体になんか意味が、キャラクターがすごくあるような感じがして、なるほど、ね、面白いですね。モチーフが隠されてる、いろんなところ。実はこれもちろん作曲家って最初に曲のスケッチを書くんですけど、なんかそのスケッチ以外に、スケッチって基本的に楽譜をもちろん書くんですけど、その楽譜以外にもなんか文章を残してるんですよね。このシーンはこう運命が待ち、なんかこういう運命を待ち受けてるとか、なんかその絶望とか、なんかそういうキーワードが結構こうあるんですよね。なるほどね、うん、なんかそれが結局、まあ、チャイコフスキー自身はこの曲はそういう何かをこう表題みたいなものを持ってないって否定してるんですけれども、なんかでもやっぱりその、ね、モチーフがこういろんなところに出てきて、曲の展開も結構多分弾いてて分かると思うんですけども、結構意外な展開がやっぱり多いですよね。確かに多いですね、うん、今日も井森先生練習でね、意外性がたくさんありますっておっしゃってましたね。おっしゃってたから、やっぱりその意外性っていうのが、なんかこう一つドラマをこう全体をこう物語があるような感じに見えますかね、私には。ありがとうございます。はい、それではクラリネット奏者のお二人に話を聞こうと思います。山口さん、須藤さん、よろしくお願いします。はい、お二人にとってチャイコフスキーのシンフォニー5番というのはどういった思い出がありますでしょうか。やっぱりあれですよね、佐渡さんと、佐渡豊さんと、ツアーで回って、あれ何回やったんでしたっけ、10回ぐらいありましたよね。もうその思い出が本当に、とにかく毎日チャイコ場所も日本津々浦々回って須藤君入ったばっかりくらいで、私もそんなに一緒に長くいることがなかったので、最後の本番終わった日にステージ上でお疲れ様ってなったの。もう感動の、ね、はい、すごい、だから思い入れはありますね。シティフィルでやるチャイコフスキーの本番。もうあれが4年ぐらい前ですか。そう、4年、そうね、それくらい前。僕も確か使用期間開けた直後だった気がする。山口さん、須藤さん、ありがとうございます。
コンサートマスターの戸澤さんにお話を、お聞きしたいと思います。戸澤さんよろしくお願いいたします。はい、こちらこそよろしくお願いします。今リハーサルが終わりましてお疲れ様でした。今回はこのチャイコフスキーのシンフォニー5番についてですね、聞きどころというのはどういうところがございますでしょうか。まあ、聞きどころというか、まあ、とにかくこのシンフォニーがね、そのチャイコフスキーの中で、まあ、かなりその円熟期に入るところの、ね、こう作品で、まあ、前の4番と10年のこう隔たりがあって、まあ、こうなんつうんでしょう、本当にこう書く準備万端で満を持してこう書かれてる、ね、曲で、その音楽上のその何て言うんでしょうね、こう絡みとか、まあ、そういうものが本当にこう無駄がないだけどすっごくこう濃厚な曲だと思うんですよね。で、まあ、もう誰もがこう親しめる旋律が、まあ、いっぱい出てくる。まあ、チャイコフスキーはもちろんメロディーメーカーとしてね有名ですけれど、まあ、第二楽章のねホルンの有名なソロとかだけじゃなくて、まあ、とにかくこの曲だと皆さん口ずさめる旋律たくさんあるじゃないですか。まあ、まあそれのこうオンパレードみたいな、こう本当にこういろんなキャラクター、まあ、一楽章はね本当にこう陰鬱なこうところから始まるけれども、まあ、二楽章は本当に美しい、もうこの世のものとね思えないぐらいのねこう美しさがあって、まあ、第三楽章は本当にワルツがね本当にこう優雅で、音楽賞にこう勝利を得るかのようなね、こう勇壮な音楽になってくる。まあこんなドラマチックな曲で本当になかなかね、ないと思うぐらい本当によくできた曲だと思うし、おそらく聴く側でも弾く側でもどちらにしてもものすごい楽しめる、こうなんていうんでしょう、なんていうんだろう、こうハードルなく楽しめる曲じゃないかなと。そうですね、今回は、まあ、飯森大二郎先生との共演ですけど久しぶりになりますかね。そうですね、まあ、夏以来かな。そうですね、ミューザー、8月のミューザーでブルクナーの4番と、なんだっけ、タンボリザの10番かな、うん、やっている。そうですね、夏ぶりの共演ということで、ね、今回は、まあですね、飯森先生との共演についてとか思い入れじゃないですけど、うん、まあ、とにかくそのシティフィルはね、飯森先生と本当長い年月をかけてもう、25年ぐらいになるんじゃないかな、こう培ってきたものがあるので、まあそういう土台がある上に、まあ、最近ねやっぱりシティフィルの場合は新しいメンバーもねたくさん増えてきているので、そういう若いエネルギーとのなんていうんでしょうね、こういい意味での、ぶつかり合いっていうか、こうなんか本当にこう、まあ、飯森先生今年30ですよね、うん、30も今回になるわけなんですけど、まあ、ますますそのなんていうんだろうな、こう本当に、まあ、昔から巨匠だったんですけど本当にこう、うん、今こういう指揮者がね日本に本当に少なくなってきてしまっているので、まあ、理屈を超えたところでね本当にオーケストラからこういい音いい音楽をねこう引き出してくれる指揮者だと思うので、まあそこにシティフィルはねどういう形でこういい意味で長調発揮でできるこう守りに入っててはね飯森先生の音楽っていうのは全然面白くもなんともない、まあ今日リハーサルの、ね、初日で、まあね、ちょっとそのいつもより管楽器のひな壇が高かったりとかして、まあ、ちょっとこう戸惑ってる部分もあったけれども、まあ、その弾き手が待っていては飯森先生の棒の時っていうかねいいものが出来上がってこないので、まあ明日明後日本番とこう、まあ、今度はねこう定期もサントリーホールなので箱がね大きいから、ね、いつものねオペラシティに比べるとやっぱりこうオーケストラの意志の強さっていうのはより求められると、もちろんいいホールだから、まあ、
積み重ねてきたものが、まあ、本当にいろんなね、あのシティフィルはそのチャイコフスキーのシンフォニーを全部ね、うん、あの過去にやって10年ぐらい前だったかな、ね、CD になってますけれど、うん、1番から6番までね、まあ、そういうあの取り組みもやってきた中で、まあ、再びこう5番をやるっていう、まあ、それがどんなこうオーケストラとして成長してる部分もいっぱいあるし、今ねオーケストラの状態は、まあ、まあ手前味噌だけど悪くはないから、あのきっとすごい演奏になることはもう間違いないと確信してますけど聞かない手はないという。そうですね、ぜひ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 お越しくださいと思いましたありがとうございます。いえいえ、こちらこそはい、今日はチャイコフスキーのシンフォニー5番についてご紹介していきました。いかがでしたでしょうか。今後も、いろんな動画をアップしたいと思っておりますので、どうぞ楽しみにしていてください。最後まで、ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。また会いましょう。バイバイ。